松阪市のハッピー農園では今月2日からイチゴ狩りが始まりましたマスクの着用や消毒、検温を行うほかハウス内の人数を制限するなどコロナ対策をしながらの営業です主に栽培されているいちごの品種は酸味が少なく甘いのが特徴の秋姫で訪れた人たちは真っ赤に熟した実を摘み取り味わっていましたああお兄さんの方美味しい美味 <laughs> しい 甘いこの農園でのいちご狩りは6月上旬ごろまで楽しめるということです。